こっちから。そうですね。手見えてますわちょっと。あでも今あ扇風機見えてます。です。今日も動画を見てくださってありがとうございます、これからですね、スイーツのカフェに行ってこようと思います、三田市の西山にあるカフェ5つさんっていうところなんですけれども、今年の6月10日にオープンされたお店で、サンタ日和 の、 ウェブサイトの方ではお店の紹介させてもらってるんですけれども、今回その8月からかき氷が出るということをいつもお世話になってます、オーナーの秋山さんから情報いただきまして、はい、それを早速食べてこようかなというふうに、はい、思っております。で、現地集合でちょっと素敵なゲストも合流予定ですので、それも楽しみにしながらちょっと行っていきたいなと思います。では行きましょう。よ最近なんか映画見ました？秋山さん一番直近見たのは何ですか？映画館でって言われてめっちゃ考えなあかんぐらい見てないっすね。全然思い出されへん。え、今年ですか？ああ、今年か去年かぐらいですかね。なんか話題になった映画言って言ってみてくれ。どんな？多分その前、さらに前に子供にせがまれて、はい、見に行った映画を思い出しました。あ、なんすか？コードブルーあれの、ヤマピーとかですね。ヤマピーとかです、はい、映画版を見に行きましたね。あそれは大したことなかったですね。全然盛り上がんないじゃないですかこの映画とか。なんか最近って結構ネットでも見れるじゃないですか、ドラマとか。え、そうなの？その見逃しみたいなんで、ああいうのとかでなんかいろいろ見て、話題になったやつだけちょっと見るみたいな。全然全く最近じゃないですけど、うん、半沢直樹見た時は何だっけ、半殺しじゃない半殺しっけ皆殺しじゃない、何だっけ、何だっけ、ちょっと出てくるまで待ってみよう。出てくるまで待ってみよう。これ何だっけ、もっと2倍返しやん。何だっけ、なんか倍返し。そうです、あ2倍、2なんな倍でいい。半殺しなんて やばいっしょそれ、うん、もうただのやべえやつ。頼むわこれ、絶対使うやろ。絶対使うわこれ。はい、到着しました。さっき言ってた素敵なゲストご紹介します。はい、かなこさんです。かなこです、お願いします。はい、味噌知識でね、実行委員を、はい、そうです、ですよね、はい、はい、ゴブリンさんのお店でもちょっとご一緒してたんで、その動画でも映ってると思うんですけど、かなこさんはインスタでサンダのお店の飲食店さんとか。そうですね、飲食店とかを非公開で載せております。ぜひ公開してください。もしよろしければフォローをお願いします。はいはい、ちょっと乗っけときましょうね。はいはい、今日はこ の, 3人でちょっと行こうかなと思いますので、はいはい、入りましょうか。はい、行きましょう。おはようございます。お願いします。あです。オーナー直々にちょっとだけ釣りに来た。かき氷、はい、8月からかき氷メニューが増えましたということで、この5種類があるんですけど、鉄板ゴブリンさんが先に取り上げてらっしゃって、その時にこのレモンと黒蜜きな粉を食べてらっしゃいましたんで、僕らはちょっとそれを外して残りの3ついこうかなと。はい、この2つが気になる方は鉄板ゴブリンさんのチャンネルを見ていただければと思います。はい、美味しそう。美味しそうですね。先ほど注文した3つのかき氷がドンと来ました。こう見ると壮観ですね、なかなかね。ねえ、どれ食べます？
じゃあちょっと女子として白桃いただきます。やれた、お似合いです。失礼しました。お先です。いえいえ、大丈夫ですよ。はい、すいません。じゃあ、はい、食べた感じをちょっと、はい、すごいしっかりとシャリシャリした。うん、すごい濃厚な桃のシロップの味が。桃のシロップとかめちゃくちゃ美味しそうですね。うん、中もわかるかな、しっかりとシロップが入ってます。で果肉も上に乗ってるので。オートフォーカスはいいんだ。あ、おいしい。めっちゃおいしいです。女子はもう白桃大好きだと思うので。もうすっごい桃のイメージします。いい香りしますよね。すごい、これ結構予想以上に大きいんですよ。大きいですね。果肉もね、一緒にじゃあ、手で申し訳ないですけど、いただきます。うまいに決まってるじゃないですか。氷がね、すごく細かいので、ほろほろってふわふわって溶けます。でもマンゴーもすごい大きくてゴロッとしてるし、すごいフレッシュというか。あ、ほんで、あ、これ見て見て見て、中にほら、まだ果肉が。あ、すごいすごい、まだ果肉が入ってますっていう。へー、すごいですね。なんか高級感。ゴロゴロとこちらも入ってますね。めっちゃうまい。これ飲んでなんかすっげー涼しになるからぴったりですね、ほんまに今の時期かき氷食べる。なんかふわふわしてる、すごい、きめ細かいですね。最近のかき氷機はね、あれが調整できる。あ、きめこ。角度？へぇ、ふわふわ、なんちゃら。ふわふわ、なんちゃら。初雪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 。初雪。初雪っていうかき氷機ですか。へぇ、初雪。いただきます。うん。初雪。初雪。これ使ってください。これちゃんと使って。初雪には全然使ってください。この中にまだいっぱい入ってるっていうのは、全部ね。全部、ね、ゴロゴロと白玉自身に味がありますね。おぉ、おいしい、すごい。抹茶うまいですか。うまいね。今日おっしゃって抹茶が濃いってすごいわかります。かなり濃くて美味しい、なんか高級感ありますよね。で、この器一つとってもね、高級感がある、涼しげな感じでおしゃれですね、さすが。いや、お腹いっぱいあったんですけど、めっちゃ増えますよね。全然増えます。パチクイですか。パチクイ半分、半分がまさ。へえ、すごい。抹茶碗です。へえ、抹茶碗を。そう、抹茶碗を。そうそうそう、味がっていうね。かき氷はいつまで食べられるんですか。暑いうちはやります。まあ、涼しくなるまで。涼しくなるまで。ビシッと決めてないですけど、まあ、そういうそういう感じで、なんとなくもうそろそろかなっていうぐらいまで。そうです、もう寒なってきたなってなったらやめるかもしれない。なるほど、はい。なんかさっきちらっとモーニングのが、そうです、はい、来月から8時からオープンでモーニングをちょっとしようかなと考えております。また取りに来てください。早起きてない。モーニング食べますって取りに来てください。僕全泊制のダメですね。お前ね。で、前日だから飲みに来てもらう。あ、取りついてね、はい、そのまま、はい、そのままじゃあ一緒に行きましょう。密着24時間ということで、はい、カフェイツツさんにお邪魔して、かき氷をいただきました。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あと、コメントとかも気軽に入れていただけると嬉しいのでお願いします。はい、では次の動画でお会いしましょう。皆さんで、じゃあ、はい、バイバーイ。バイバーイ。